こんにちは、大草原のこぶたです。今回はアガサクリスティのアクロイド殺しについてお話ししたいと思います。アガサクリスティの作品の中でも有名で人気も高い作品だと思います。この作品は何も見聞きしない状態で読むのが一番だと思っています。ですのでこの作品に興味をお持ちの方は何らかの情報と出会う前に読むことをお勧めします。この先この作品のあらすじとか私が思うことなどを話すので、それを聞いてもいいよという方だけ引き続きご覧ください。それではまずあらすじからお話ししていこうと思います。この物語の中でポアロは仕事を引退してロンドンを離れてキングズ・アボット村というところで暮らしています。そしてこのお話の語り手はこのキングズ・アボット村の住人の一人です。で、そしてその人、このお話の語り手なんですけれども、その人はここの村に住んでいる人たちがとても噂好きなことにうんざりしているんですね。何かちょっとした出来事があるとすぐ村中に広まってしまうんですね。そのとてつもない口コミネットワークがあって、でそのことにちょっと嫌だなって思ってるんですね。そしてそのうんざりしている感情がこのお話の文体にも現れているので、この話の雰囲気っていうのは少しどんよりした空気感となっています。アガサクリスティの作品ではユーモアとか小ネタが結構散りばめられていたりするんですけれども、この作品にはユーモアとか小ネタはほとんどないですね。以上がこの作品のあらすじと特徴になります。そしてここから先は私が作品から思ったことをお話ししたいと思います。ポアロがですね、ご近所さんと雑談をしているシーンがあるんですけれども、その中でとてもね興味深い話をするんですね。仕事で忙しく働くことに疲れてしまって、自由とゆとりのある穏やかな生活を求めたんだけれども、いざそうなってみると忙しく働いていた昔が恋しくてたまらないってポアロが言うんですね。この場面を描いたことが私はすごいことだなと思ったんですね。天才的な名探偵を孤高のヒーローにしておかないところがすごいなと思ったんです。こんな風に人間味あふれることをポアロが話すと、この読者との距離がぐっと縮まるじゃないですか。そうすることでポアロにより親しみを感じて、魅力的に感じて、私はすごくいいなと思ったんですね。そしてここから先はこの作品をより楽しむためにということでお話ししたいと思います。この作品をより楽しむために再読をおすすめします。一度読んでしまって結末がもう分かっているミステリーをもう一度読むっていう方はもしかしたら少ないかもしれないんですけれども、この作品に関しては再読が面白いです。すでに結末が分かった状態で初めから読むとですね、ものすごくヒントがね散りばめられているんですよ。想像以上にかなりたくさんのヒントが書かれてるんですね。
これは一読目、最初に読んだ段階では気づけないんですね。再読だからこそ気づけることなんですけれども、かなり緊張感を持って読むことができます。こんなことここで書いてていいの？バレないの？っていうハラハラをぜひね、楽しんでほしいなと思います。今回はアガサ・クリスティのアクロイド殺しについてお話ししてきましたが、いかがでしたか？興味を持たれた方はぜひ読んでみてください。皆様も素敵な読書時間をお過ごしくださいね。最後まで見てくれてありがとう。またね。